けお休みですということで、あ、おにぎりさんは今日だけがお休みなんですね。そんな中番組聞いていただきありがとうございます。じゃあ明日からはねまたお仕事頑張ってください。さあ、好きな色とのことですが、オイルはもちろん白は好きですが、青系とか緑も好きですね。青系でもどちらかといえば水色が好きですね。青空の色とか海の色のような色、気持ちが明るくなるような感じがしませんか？あと緑も同じように好き、自然の色が好きなんです。葉っぱとか鮮やかですし。色の名前という本を持っているのですが、時々眺めるのも楽しいですね。こんな色もあるんだとか、こんな名前の色だったんだとか知ることもできるし、結構奥深いです、色というのは。私もね、この色の名前っていう本持っています。本当にね、眺めているだけでなんか癒されますよね。勉強にもなるし。さあ、そんなおにぎりさん、リクエストは色にちなんだものをということでね、リクエストいただきましたのでお届けしましょう。おにぎりさんからのリクエストです。松田聖子で青い珊瑚礁。さあ、今日はですね、メッセージテーマ好きな色ということでね、色にまつわるリクエストをたくさんいただいていますね。この後もお待ちしていますよ。お送りした曲はおにぎりさんからいただいたリクエスト、松田聖子で青い珊瑚礁でした。
さあ今日のメッセージテーマは好きな色ということで、この時間もご紹介していきたいと思います。先ほどリクエストもねくださいました池さん、ゴールデンウィークということで何年ぶりかで最初から聞いています。今日はこういう方多いですね。やっぱりお休みだとね、お仕事がお休みで最初から聞けるっていう嬉しいですね。何か落ち着いた雰囲気がいいですね。あ、そうですか、落ち着いた感じですかね。さあ、好きな色ですが、小さい頃から20歳ぐらいまではずっと青が好きでした。なぜかは分かりませんが、ゴレンジャーでは必ず青レンジャーが好きだったのを覚えています。青レンジャーって言ったら真ん中じゃないよね。真ん中は赤だよね、確かね。真ん中ではなく、その隣にいる青レンジャーが好きだった。多分海が好きだったからかもしれませんが、社会人になってからはずっと緑が好きです。釣り好きなのはご承知でしょうが、ずっと緑の中で釣りをしているのが好きで、なぜか心も体もすがすがしくなるからです。パソコンの壁紙も洋服も緑が多いです。なんか年齢とともに好きな色が変わるっていうのはあるかもしれませんね。私もなんか10代の頃はやっぱりすごく派手な、原色、赤とかピンクとかそういう服とかをよく着てましたけど、だんだん年齢とともにちょっとこう落ち着いた感じの色を好むようになったかもしれないです。はいね、オープニングでも確かあのグレーとかね、ベージュとかが好きだっていう話しましたけれども、今本当にクローゼットを開くと、もうパッて目につくのがやっぱりグレーとベージュがね一番多いんですよね。なんか落ち着くんですよね。そっか、緑っていうのもやっぱり癒されますよね。今は新緑がね、とっても気持ちいい季節ですから、外にいるだけでなんかね癒されたりしますもんね。池さん、メッセージありがとうございます。さあ、それからムツゴロウさんからもいただいています。僕の好きな色は暖色系です。赤、オレンジなどの元気が出る色ですね。肌が色白で青系の洋服を着ると顔が真っ青になるので、服も暖色のものを選ぶことが多いです。はあ、なるほどね。確かになんか着ている洋服の色で顔色って変わったりしますよね。うん、暖色系はやっぱり顔の色とかもあの健康的な色に見えるのかな。なるほどね。ぜひなんか撮影の時とかはじゃあなるべく明るめの色を選ぶとかね、ちょっと参考にしたいと思います。ムツゴロウさんもメッセージありがとうございます。さあ、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。今日は好きな色は何ですかということでね、こだわりだったりとか、そんな理由も一緒に送っていただけると嬉しいです。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。まだまだメッセージお待ちしています。時刻は5時45分30秒を回っています。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路、上り線は海老名サービスエリア付近で事故の影響で17キロの渋滞です。中央道は上り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で3キロ、反対下り線は
笹子トンネル付近で事故の影響で5キロの渋滞となっています。ご注意ください。一般道は津久井街道相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞、国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入口で1キロ、大野台で1キロ、宇野森で1キロ、東名入口で2キロ、反対八王子方面は相模大野で1キロ、橋本駅南入口で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、相原で2キロの渋滞です。続いて県道様大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞、鶴川街道は鶴川方面へ向かう車が金井入り口で1キロの渋滞です。世田谷通り新袋橋では両方向とも1キロずつの渋滞、おしまいに漁港道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマは好きな色は何ですかというテーマなんですが、メッセージいただいています。ご紹介していきましょう。今までは結構青とかね、緑とか黄色っていう、こう誰にでもパッとわかるような色がね多かったような気がするんですが、こんなメッセージもいただきましたよ。島袋さん、ありがとうございます。僕の好きな色はライムグリーン、昔からライムグリーンです。某オートバイメーカーのイメージカラーだからというのがその理由で、モトクロスの試合に使っていたのも、普段乗っていたのもそのメーカーだったので特に好きでした。もしかしたら色の方がもともと好きで、オートバイも色で決めたのかもしれませんけど、初心者の頃とは違い、いろいろ経験するとそのメーカーのバイクは危険ですからね。そうなんですか。もともと色の傾向としては青とか緑とか寒色系が好きでした。飛行機にしても新幹線にしても乗り物は寒色系が多かったので、昭和の時代は乗用車も寒色系が多いですし、そうだったんですかね。今はね、もう本当に車ってカラフルな色がありますけれども、昔は寒色系が多かったのかな。ただアラフォーに近づいた頃からだんだん寒色系から暖色系に好みが変わってきたようで、気がつくと携帯の色とか家電の色とかバイクの色とかが赤とかオレンジとか多くなってきたような気がします。還暦祝いの赤色に向かう準備なんでしょうかね。
ということで、ね、さっきもありましたけれども、やっぱりだんだんと好きな色が変わってくるっていうのやっぱりあるの、あるんですね。なんかその年齢によってっていう感じでもないんでしょうけれども、なんかやっぱり好みが変わってくるっていうのはあるんですね。さあ、シマフクロウさんはライムグリーン、もうその名の通りですよね。ライムの緑、ライムグリーンが好きだというね、メッセージでした。ありがとうございます。さあ、それからアイズ大好きさんからもいただいています。満開の桜の色も綺麗ですが、なんといっても春に山々を染める萌え木色です。北国を旅していて山々がこの色に染まってくると、春って素晴らしいと思っちゃいます。今年は天気が不順で暖かくなったり寒くなったりで、今年はまだ感動の萌え木色には出会えていないんですよね。ということで、会津大好きさんもね、ちょっと変わった色、萌え木色が好きです。なんか本当に今年は、まあ関東なんかは桜が咲くのが早かったくらい、急にね暖かくなったなって思ったら、またちょっと冬のコートを引っ張り出してしまうような寒い日があったりね、今日もなんかいいお天気なんですけれども、ちょっと気温が低いですよね。朝起きた時なんかは肌寒かったりして、まあこうやって気温によっても、まあね、お花の咲く時期とかそういうのは変わってくるのでね、まだね、会津大好きさんが好きな萌え木色は見ることができていないということなんですけれども、じゃあこれから楽しめるっていうのは嬉しいかもしれないですね。さあ、このような感じで皆さんからのメッセージお待ちしています。今日のメッセージテーマ、好きな色、あなたの好きな色を教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp、 839@fmsagami.co.jp です。ファックスでも受け付けています。ファックス番号は 042-776-0839、 042-776-0839 です。ぜひね、好きな色、こだわり、そのね理由と一緒に番組の方まで教えてください。まだまだメッセージお待ちしています。さあ、この後は毎回皆さんの身近な情報をお届けしていますので、お聞き逃しなく。相模原インフォメーションをお送りします。
時刻は夕方6時を回りました。改めまして FM 相模をお聞きの皆さん、そしてユーストリームでご覧の皆さん、こんばんは、古谷香織です。夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング。この後6時54分の東京町田インフォメーションまで生放送でお送りします。さあ6時を回りましたけれども、この時間だいぶ西日がね、眩しくなってきました。この時間でね、西日が眩しくなるんだなということで、だいぶ日が伸びてきましたね。これから夏にかけてもっともっとね、昼間が長くなるのかなと思うと嬉しいんですけれども、車を運転されている皆さんはね、ちょっと眩しいと思いますのでお気をつけください。さあそれではこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、海老名サービスエリア付近では事故の影響で17キロの渋滞。中央道は上り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で3キロ。反対の下り方面へ向かう車は笹子トンネル付近で事故の影響で5キロ渋滞しています。ご注意ください。一般道は津久井街道、相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で2キロ。八王子方面は東名入り口で1キロ、相模大野で1キロ、橋本駅南入り口で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、相原で2キロの渋滞。県道座間大和線、横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞。鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。世田谷通り、相模原方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞。おしまいに行幸道路、町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在、神奈川県には乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は5日以降も続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は晴れで、夜の初め頃曇り、ところにより雨でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中は 20%、 お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の最高気温は19度の予想です。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。
ここで一曲お届けします。雪中庵さんからいただいたリクエストです。私古谷香織でマキアート。お送りした曲は雪中庵さんからいただいたリクエスト、私古谷香織でマキアートでした。さあ今日の金曜ハミング、メッセージテーマはあなたの好きな色は何ですかというテーマでメッセージいただいています。
今ねリクエストもくださいました雪中庵さん、メッセージも書いてきてくださっています。色って不思議ですよね。単なる光の波長の連続的な変化に過ぎないのに、そこにいろいろな感情をかきたてられるという。特に波長としては短い紫から長い赤までの直線的な変化なのに、色としては三原色を基準としたリング状の色感をなすんですよね。あ、ちょっと難しい話題になってきた。なんかこういうの学校で習いましたよね。なんかあの 図をっていうか、あのね、色の並びとかを、ね、勉強したなっていうのが今よぎりました。思い出しました。油絵を描いていた頃、僕が好んで使ったのはバジターブルーというちょっとくすんだ水色です。バジターブルーっていう色があるんですか。霞のかかった春の青空の色といえばいいでしょうか。純粋な水色は他の色と混ぜると濁りやすいし、建築などに使うと汚れが目立ちます。再度落とした控えめなバジターブルーは僕にとって自由を象徴した色だったのです。ということで、絵の具とかも見ていると本当に色の名前がいろいろあるんだなっていうのを思いますよね。特になんか美術をやってたとかじゃないですけど、ちょっとそういうお店とかに行くとやっぱりあ、こんな名前の色のね絵の具があるんだなとか、そういうのを見ていて驚いたことがあるんですけども、ね、このバジターブルーっていうのも、まあ、絵の具のね色なんですね。本当に色には種類がいっぱいあってね、それこそ子供の頃よく絵の具とかでいろいろこう足したりしませんでしたか。この色とこの色を足したらどんな色になるのかなとかね。で、鮮やかなものからちょっとくすんだような色とかもあるじゃないですか。ね、このバジターブルーっていうのはちょっとくすんだ水色っていうことなんですけれども、なんか最近ねそういうはっきりした色よりもちょっとなんかくすんだ色っていうのが今の私の気分では好みかもしれない。なんて言うんでしょう、アースカラーって言ったらいいのかな。なんか緑は緑でもちょっとなんて言ったらいいのかな、カーキっぽい緑だったりとか、なんかそう青は青でもちょっとこう色が混ざっているようなくすんだ青だったりとか、なんかね柔らかい感じがするんですよね。こうはっきりした色というよりは、ね、皆さんもまだまだいろんな好みがあるんではないでしょうか。ぜひね今日のメッセージテーマは好きな色ということなので、思いついたら番組の方まで送っていただきたいと思います。メールの方は839@fmsagami.co.jp、 ファックスの方は 042-776-0839 です。まだまだお待ちしています。
時刻は6時17分を回りました。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、海老名サービスエリア付近で事故の影響で20キロ渋滞しています。中央道は上り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で3キロの渋滞となっています。その他一般道は津久井街道、相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞、国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で1キロ、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞です。町田街道、横浜方面へ向かう車、相原で2キロの渋滞、県道座間大和線横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞です。鶴川街道金井入り口では両方向とも1キロずつの渋滞、世田谷通り相模原方面へ向かう車、大倉で1キロの渋滞です。おしまいに行幸道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。さあ、リクエストをいただきました。ザカさんからのリクエストです。昨日ね、イベントも大盛況に終わったタミヤ俊彦、マイホームタウン。
さあリクエストをくださったザカさん、メッセージもね書いてきてくださっています。この時期帰省する人、そして旅行に出かける人、それぞれいますが、それぞれに帰る街がありますですので、この曲をリクエストしますということで、昨日はね、あの町田ウエストボックスでタミヤさんのイベントマイホームタウンというイベントが開催されて、ザカさんもね、会場に来てくださったんですよね。お送りした曲はザカさんからのリクエスト、タミヤ俊彦マイホームタウンでした。さあリクエストをくださったザカさんですが、タミヤさんはね、マイホームタウンという昨日イベントだったんですけれども、同じタイトルのラジオ番組をね FM 相模でされていて、毎週土曜日の深夜、1時からですね、1時間の生放送でお送りしています。ぜひね、夜にお強い方はタミヤ俊彦さんのマイホームタウンもね、ぜひ合わせてお楽しみいただければなと思います。さあそんなザカさん、リクエストとともにメッセージも書いてきてくださっていますよ。天気がいいのですが、なぜか寒いですよね。これで暖かければ最高なんですが、本当にね、今日はちょっと気温がね低めなんですよね。いいお天気でね、それは嬉しいんですがね。さて今日のは好きな色ということですが、私の好きな色は何といっても青色。晴れた日の空の色、幻想的で綺麗な海の色、小田急線の色、あれとにかくなぜか青色が大好きなんです。青色は落ち着く要素があるので、それでかもしれませんが、ということで今日いろんなメッセージご紹介してきた中で青を一番人気かもしれないですね、やっぱり晴れた日の空の色だったりとかね、綺麗な海の色だったりとかということで、やっぱり身近なところにある色だからこう見ていて落ち着くのかもしれないですね。はい、ザカさんもメッセージありがとうございます。さあそれからですね、ちたたかさんからもいただいています。今年のゴールデンウィークは一体どうなっているのやら。積もりはしないのですが、連日雪が降っています。はあ、そう、ちたたかさんはね、北海道から聞いてくださっているんですけれどもね、ニュースでやっていました、北海道で今日雪が降ったってね寒いですよね、5月だというのに。幸いにして気温が氷点下にならないので、路面凍結がないのでいいのですが、例年だと、もう夏タイヤに履き替えているのですが、まだスタッドレスは交換できそうにありません。はあ、大変ですね、それもね。さあ好きな色、その年齢などによって変わるのですが、今は透明感のある青ですね。やっぱり青が人気。高校生の頃は緑でした。好きな色があると生活に関わる部分にその色が多くなってきたりとか、今の車は青のメタリックですし、スキーウェアもスキーブーツも青です。結構いろんなものが青色になっています。ということでねえ、高校生の時は緑だったけれども今は青ということで、本当に青は人気が高い色ですね。やっぱりなんか好きな色のものでね、好きなスキーウェアだったりとかブーツとかまとめるとなんかテンションも上がりますよね。好きなもの、好きな色に囲まれているとね。ちたたかさんもメッセージありがとうございました。さあまだ皆さんからのメッセージお待ちしていますよ。今日のメッセージテーマは好きな色ということでね、その理由と一緒に番組の方まで送ってください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。ファックスの方は 042-776-0839 042-776-0839 です。お待ちしています。
時刻は6時30分30秒を回りました。 FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミングをお送りしています。それではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、海老名サービスエリア付近で事故の影響で20キロの渋滞。中央道は上り方面へ向かう車、小仏トンネル付近で3キロの渋滞となっています。ご注意ください。その他一般道は津久井街道相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に1キロ、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞です。続いて町田街道、横浜方面へ向かう車、多摩ニュータウン入り口で1キロ、木曽で1キロの渋滞。おしまいに鶴川街道、相模原方面へ向かう車、金井入り口で1キロの渋滞です。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。続いて天気予報です。現在神奈川県には乾燥注意報が出ています。空気の乾燥した状態は5日以降も続く見込みです。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。相模原の今夜は晴れで、夜の初め頃曇り、ところにより雨でしょう。今夜この後の1ミリ以上の雨の降る確率は 30% となっています。続いて相模原の明日は晴れ時々曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は朝6時までは 10%、 午前中は 20%、 お昼から夜までは 30% となっています。明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の最高気温は19度の予想です。以上、天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分頃お伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。ここでこの時間のニュースをお伝えします。3日午後、
大津市の名神高速道路のトンネル内で少なくとも4台の車が関係する事故があり、このうちの1台が燃え上がりました。火は間もなく消し止められましたが、男性1人が煙を吸って病院に運ばれました。滋賀県警察本部によりますと、3日午後3時半前、大津市の名神高速道路上り線の大津トンネル内で少なくとも4台の車が関係する事故があり、そのうちの1台から火が出て燃え上がりました。火はおよそ30分後に消し止められましたが、トンネル内に煙が充満し、事故現場の後方の車に乗っていた40代の男性1人が煙を吸って気分が悪くなり病院に運ばれました。この事故の影響で名神高速道路は午後3時24分から京都東インターチェンジと大津インターチェンジの間の上り線が通行止めとなっています。3日午前、神奈川県茅ヶ崎市のガソリンスタンドで31歳のアルバイトの男性が車の洗車作業中に誤って自動洗車機の機械に挟まれ意識不明の重体となっています。3日午前10時ごろ、茅ヶ崎市時和町にあるガソリンスタンドで31歳のアルバイトの男性が自動洗車機の中で機械に挟まれているのを他の店員が見つけました。男性は病院に運ばれましたが、胸などを強く打ち意識不明の重体です。警察によりますと、自動洗車機は高さがおよそ2メートル70センチ、幅がおよそ3メートル20センチの門型で、男性は外側の枠と内側にあるブラシのついた動く機械の間に挟まれていたということです。また男性は客の車を洗車していて、機械が動いているにもかかわらず、中に入ろうとして誤って挟まれたとみられています。このガソリンスタンドでは、店員が手作業で洗車する場合でも車に水をかけるため自動洗車機を使っていますが、作動中は中に入らないよう指導していたということで、警察はガソリンスタンドの関係者から話を聞くなどして状況を調べています。強い寒気の影響で西日本では4日大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は落雷や突風などに注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、4日は本州の上空に強い寒気が流れ込み、西日本を中心に大気の状態が不安定になり、ところどころで積乱雲が発達する見込みです。このため気象庁は西日本を中心に4日未明から夜にかけて落雷や突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。また氷が降る恐れもあるとして、農作物などの管理にも注意するよう呼びかけています。以上、この時間のニュースをお伝えしました。リクエストをいただきました。 SKK さんからいただいたリクエストです。今日はね、本当に、テーマが好きな色は何ですかということで、色にまつわるねリクエストいただいています。こちらの曲も色にまつわる曲です。お送りする曲は SKK さんからいただいたリクエスト、中森明菜で赤い鳥逃げた。
お送りしている曲は SKK さんからいただいたリクエスト。この曲ね、あ、ミアモーレだと思ったら歌詞が違うんですね。同じ曲に別の歌詞が付けられているという曲だったんですね。そんな SKK さんですね、リクエストとともにメッセージも書いてきてくださっていますよ。工場で五つ葉のクローバーを見つけました。へえ、四つ葉よりもさらに金運財運がアップするそうです。すごいですね。初めて聞いた五つ葉のクローバー。さあ、自営業をしていますので好きな色は赤字より黒字ということで黒です。赤字はどこかへ行ってくれということで、いただいたこちらのリクエスト、 SKK さんからいただいたリクエストは中森明菜で赤い鳥逃げたでした。時刻は6時45分になりました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに東名高速道路上り方面へ向かう車、海老名サービスエリア付近で20キロの渋滞となっています。こちらはですね、海老名と厚木の2カ所で事故が起きた影響で20キロということです。ご注意ください。中央道は上り方面へ向かう車が小仏トンネル付近で3キロ渋滞しています。その他一般道は津久井街道相模原方面へ向かう車、城山高校前で1キロの渋滞、国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南入り口で1キロ、大野台で1キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に1キロ、相模大野で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞、国道246号線渋谷方面へ向かう車、下今泉で2キロの渋滞、町田街道横浜方面へ向かう車、金森で1キロの渋滞です。続いて県道様大和線横浜中心部へ向かう車、小松原で1キロの渋滞、鶴川街道相模原方面へ向かう車、金井入口で1キロの渋滞です。おしまいに行幸道路町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞となっています。さあ、外はすっかりと暗くなっていますね。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線に大きな遅れの情報は入っていません。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。さあ、今日の金曜ハミング、メッセージテーマはあなたの好きな色は何ですかというテーマです。メッセージご紹介していきましょう。塩かけさんからいただきました。ありがとうございます。私の好きな色ですが、子供の頃は黄色が好きでした。なぜなら学校で指定された帽子の色は黄色だったからです。懐かしいですね。
1年生の頃とか黄色のね帽子とランドセルにも黄色いカバーとかつけてた記憶がありますけれども、でも今は紫や黒が好きです。紫はもともと僧侶など高貴な人にだけ身につけることが許された色です。だからこそ暗い感じの紫には品があり、また明るい紫、淡い紫には華やかさがあります。黒のワイシャツはスーツと一緒に着た時に渋い感じが出るので大人っぽく、また落ち着いた感じで、感じが出てかっこいいからです。白のワイシャツはネクタイがないとみっともない感じがします。しかし黒のワイシャツだとノーネクタイでも品位が落ちることがないですね。あー、確かになんかそうですね、白いワイシャツだとなんとなくネクタイしていないとなんとなくですけどだらしがない印象を持ったりしますけれども、黒のワイシャツだと特にねそういう感じがしないですね。これは色の効果なんですかね。ということでね、塩かけさんは今は紫や黒が好きだということでした。メッセージありがとうございます。じゃあそれから悪大官さんです。好きな色は桜色です。理由は桜が大好きだから。今年は町田周辺の桜を3月下旬に見て、先週末にはライブで訪れた盛岡で大好きな桜に再会することができました。同じ年に2回桜を楽しめるなんてとても得した気分ですね。えこれは桜前線とも言いますけれども、日本のいいところかもしれませんね。桜をね、場所によって次々に楽しめるっていうのはね。悪大官さんもメッセージありがとうございました。さあこの後のエンディングでも皆さんからのメッセージご紹介していきます。夕方4時からお送りしてきました FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあメッセージご紹介していきましょうね、好きな色は何ですかというメッセージテーマでした。C&C さんありがとうございます。いくつかね書いてきてくださっているんですが、農作業をしているから土の色ねということで、これはブラウン、茶色ということですよね。土の色が好きだということです。さあそして萩野谷実さんからもいただいています。好きな色って何だろうと改めて考えてみないと意識して、いなかったりしますが、身の回りのものに意外とオレンジが多いのに気づきました。何かオレンジという色に元気をもらおう意識があるのかもしれませんね。朝日、夕日の時の太陽、圧倒的な存在感や力強さみたいなものに惹かれるのかもしれません。それから春を過ぎて新緑の頃のあの何とも柔らかい緑色というか、黄緑が優しくて好きです ね。このオレンジもねやっぱり自然の色なのかもしれないですね。夕日の色とかね、そして緑、今は本当に新緑の緑がね鮮やかで綺麗な時期ですからね。皆さんこれから新緑を楽しんでくださいね。まだまだ楽しめると思います。さあということで今日はですね、皆さんの好きな色は何ですかというテーマでメッセージ募集してきました。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。やっぱりね人それぞれにいろんなこだわりがあって好きな色があるんだなというのも感じましたし、やっぱりね緑、それから青、自然の色がね人気なんだなっていうのも改めて感じました、はい、ねえ。さあ今夜10時からのミュージックボックスなんですけれども、1週目ということで私古谷香織が担当しています。今夜10時からのミュージックボックスも、ですねこの時期の話題、それから懐かしい曲なんかもライブで演奏していますので、ぜひ聴いてみてください。そして最後にもう一回告知をさせていただきたいと思うんですが、5月6日月曜日の祝日、ゴールデンウィーク最後の日に、私ライブに出演させていただきます。場所は
町田ウエストボックスです、時間が夕方の5時オープン、5時半スタート。チケット代がですね、予約の方が3000円、ワンドリンク付き、当日が3500円、ワンドリンク付きとなっています。素敵なアーティストの皆さんがね出演されますので、ぜひぜひゴールデンウィークの最終日、町田ウエストボックスに遊びに来ていただけたら嬉しいです。会場でお待ちしています。さあ、ゴールデンウィークまだまだ続きますのでね、いろんな予定がある方、そしてお休みなくって仕事だよっていう方もいるかもしれませんが、皆さん素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。ここまでのお相手は古谷香織でした。この後は東京町田インフォメーションをお送りします。
古谷香織と西健二がお送りするユーストリームのハミング、お、これからお送りしようと。はい、お待たせいたしました。俺また俺声ちっちゃい。じゃあお腹から出してください。そういう問題そういう問題でした。西さんが元気よく喋れば。元気よくチェックワンツー。そんなにそんなにちっちゃくない。うん、そんなに感じない。大丈夫。うん、元気よく元気よくチェックワンツー。チェンキチョクコク。元気よくチェンチョクチェンチンチェンチョクチェンチン。はい、いい感じで。はい、はい今日もね、お休みの中皆さん見ていただきありがとうございます、ね、ゴールデンウィークでございますから、うん、ね、皆様ね、お休みだからって言って最初から番組スタートから見てくださった方も多いみたいで、方もね、いらっしゃるようでね、ありがたいですね。塩かけさんはあれですか、ハミングには初メッセージだったんですね。ありがとうございます。もうね、西ラジにはね毎週送っていただいているので、そういう感じがしなかったんだけど、初めてだったんですね。ありがとうございます。なるほど。あ、ハミングが聞こえるのつもりがハミングが聞こえないになってたね。聞こえない何聞こえないって。聞こえてなかったみたい、ハミング。あ、本当？聞こえてなかった？出してなかったっぽい。あら、そんなこともある。スワローバスさん、初見です、ありがとうございます。え、本当？あ、ユーストハミングはっていうことか。なるほど、ね、あ、ね、ほぼ初見ですという方も、もう一方いた。あ、本当に？何さんかな、なんて呼べばいいのかな。サーティワンさんですね。え大村さん。大村さん、かけふさんにしよう。なんで31番にね、こうやって言うと初めましてですって嘘つく人もいたりする。絶対出てくる、ね、ほら、いたいたよ。今日は初見です。今日はね、初婚ですって、また全然違うじゃん。初婚です。初婚が続いたよ。今晩は初婚、今晩は初婚です。今晩は初婚です。えらい違いだよね。池さんも1年ぶりの本放送参加ね、え、今日はお休みということで。白大根さん、ボリンドルフィンさんが、うん、本放送でメール読まれたの初めてかもって。あー、みんな嘘ついてない？もうそんな気がしないんだけど。なんかみんな適当なこと言ってるよね。なんで白大根さんはなんか昨日もウエストボックスで会ってるし、もうメールがね、金曜ハミングで初とかっていう感じが全然しない。初見ミクです、ミコンです。改めまして、初めまして、本当にありがとうございます。そしてお待たせしました。初見です。おめでとうございます。はい、これでいいかい。似てんの。シーエンドシーさんもね、ありがとうございます。かろうじて一つだけ読みました。初見です。あのさ、みんなあの初っ端からあんまりタイムラインで暴れないでくれる。初めての人とかが引くから。あの、初めての方は俺これ無理だわって思うと出てっちゃうかもしれないから、あのマイペースに見守っていただけるとありがたいです、ね、さっきの、さっきの誰かを紹介してくれてるのかしら、うん、秋田県仙北市からお伝えする配信番組 S ナビ、毎週日曜だいたい8時からの90分、うんうん、何だって、まちづくり拠点まち角スタジオより定期配信をしてるのが誰、この大村さんっていう T と、誰大村さんって、かけふさんのこと、 T31 のかけふさん、 TTAU31 さん、もうダメよ、もうかけふさんよ、決まっちゃったの。大村さんなんですよ、ね、イソラジ以来数年ぶりの方がいらっしゃるよ。ご無沙汰です、今は西ラジですよね、うん、今日ずっとあの番組中もね、うん、久しぶりに、うん、お越しいただいてありがとうございます。おー、ありがとうございます。角のだって、角のだって、角のだって、角のだってね、角のだって、キノコの独り言さん、角、うん、のだって、カバのハギ僕のだって
今日はなんかね珍しい方がたくさんで何が過去の盾にかぶせていかないとここはうん格納だってだってうんかぶせるってえ格納だってか後ろだってうん家具の影うんとうんあ、きのこ元気さんね、うん、掛け筆 OK っていう掛け筆さんでじゃあ了解が出ちゃいました大村掛け筆っていう名前でじゃあ行きましょうややこしくないさあ今日もですね7時までの、まあ、生放送が終わりまして、この後はねいつもは、うん、9時までだらってやってますけど、うん今度ね9時から収録が始まるという、うん、はい、はい、今日入ってるんですよね入ってるんですけど、うん、ただ今局のスタッフとして今来てたセミマル君に聞いたら、うん、いや三上さん来ないんですよ担当のね番組担当のあいつも録音そう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 今日はゴールデンウィークでしっかりお休みをしてるはずだっていうじゃあ来ないかもしれないとつってでもなんかカレンダーにはこの5月3日9時からねある番組収録って書いてあったんですよねスタジオを押さえる表がね、うん、ちゃんと書いてあるんですよ、スタジオ何時から何時まではこの番組を使いますとか、うん、で金曜ハミングは、一応9時まで前はこう使ってたんだけれどもその9時から、10時までの間で手島さんが、深夜12時からの番組でね入るんですけど、うん、だいたい10時ぐらいに10時過ぎに入ってこられるんで、うん、それでその9時から10時の間がもうそのあのマチダックス、はい、何でしたっけあの渡辺くんがなんか書いてあったんだよねどこ新潟に行ってんだっけあ番組で今やってるんですよねそのマチダックスのっていう劇団マチダックスの1,2,3,4,5,6,7 そこまで長くない番組があるんですけどそこまで長くない 1,2,3,4 だと思う 5? 5はないんじゃない 4.5 いい加減だなあれ俺今何を開くんですかあ、ファイアフォックス開いちゃったんだあの渡辺徹さんと榊原郁恵さんの息子さんなのね、うんはい、でなんか本格的に、なんか芸能活動始めるにあたって、ねうん、なんかどっか行ったらしいのよはいはいテレビのロケでねロケでねテレビでそこにしばらくいるんだよね、うん、でそれであのこっちになかなか帰ってこれなくて、うん、で帰ってきて収録できるのが、うん、あの金曜日だけしかないなるほどねっていうんで、うん時間的にもうここしかないっていう、はいはいはい、というわけなので、うん、これからはあのユーストハミングは今までみたいにダラダラなんかしませんダラ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 しない宣言ダラダラなんかしませんしませんよまあいつもダラダラしてたのは西さんです常磐特会さんはじめましてまたまた遅いよそのツッコミそのぶっ込み方は間が空いたねちょうどいいタイミングだよねなんかねキビキビといきますか今日キビキビっとこれからは行こうかなと思うじゃあ西さんもじゃ あれでしょ数字当てもうやりますかじゃ数字当ての正解発表からいや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 正解も何もやってないからふみや先生いや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 もう知ってるけどまだ発表はできないんですなんでなんかもう出鼻くじかれたあもう嫌になったそっち端折りすぎじゃないちょっとちゃんと一通りやるといやまあ昨日はですねマイホームタウンっていうイベントがねほらここ長いよ、ね、ここからダラダラタイムだよダラダラしないっていう言ったんじゃないのあのタミヤさんが老体に鞭打って頑張ってくれましてねものすごい一言多いなだってほらあのステージの間マイホームタウンタミヤとしこのマイホームタウンっていうあの土曜日の深夜1時からやってる番組と星まだ流してないから早いから星は最後だからねみんな先走らないでちゃんと一緒に歩幅を合わせていきましょうどーんいやいやいやだから終わっちゃうからまだまだまだ
それでこういうとこがほら結構長いここがダラダラの元なんだからちょっとそうよね、行きましょう、しっかりここダラッとしちゃいけないね、ここスパッと行こうよ、スパッと行きましょう。それでその、マイホームタウンというイベントでは、うん、ラジオとね、ラジオ番組と連動したイベントなので、うん、田宮俊彦と鈴木圭一っていう2人で主に喋ってるんですけどね、うん、その2人がもちろん出演してステージをやるのも、もちろんなんですけども、うん、ステージの転換の時5組くらい出たんだよね、昨日ね、5組でした。その間の転換の時も、ステージ前でこう2人で喋ってね、ホストが、うん、で喋りながらそのタミヤはソロのステージと、うん、それからあとユニットとコットンケットっていうユニットのね、うん、3人組のユニットと、そのユニットのライブと、それから鈴木圭一のサポートみたいな感じで、うん、なぜか鈴木圭一よりたくさん歌ってたんでいっぱいそういうのと、それと MC と合わせてだからもうバタバタだった ね本当に出ずっぱりみたいな感じ。それでまだね、終わってからも歌ってるんですよ、もうみんな飽き飽きしてんのに。いやいや、そんなことない、いつものあれじゃないですか、いつもの光景ですよ、それが。おいおい、ギター出てきちゃったよみたいな。だけどもタミヤさん酔っ払って中渕とか全力で歌ってて、そしたら何を思ったか、それをみんな、あ、タミヤさん歌ってるなと思って眺めてたら、一緒にいたね、今日佐野哲也っていう、はいはい、まあ、同じくフォークシンガーなんですけど、うん、そいつが長渕だったら俺が負けねえぜみたいな、何やってんだお前らイベント終わりに何やっとんじゃみたいなね、実にタミヤ俊彦のカラーが出た、そうですね、ね、もう完成されてきたよなんかね、うん、だいぶもう多分めんどくせえなと思う人は来なくなるだろうし、こういうのが大好きな人は毎回次のイベント、次のマイホームタウンいつだろうって楽しみにしてくれるだろうし、うん、ね、定期的にやっているイベントなんで ね次回は8月の29日、はい、タミヤさんのお誕生日当日なんですよ。そして古谷香織の誕生日前日、本当だ、ね、どうしようどうしようって言われてもね今更ジタバタされても年は取るんだから、どうしよう、もう来ちゃうんだね、来ちゃうんです、早いね、ね、ザカさん昨日会場にもね遊び来てくださって、うん、ありがとうございます。でモリンドルフィンさんもそうね、来ていただいて、モリンドルフィンさんとかもう慣れてますからね、慣れてるよね、ああ歌ってる歌ってるみたいな感じで、うん、マイペースに帰っていきましたよねじゃあっつって誰も巻き込まれないのが偉いよね。そうだね、ちゃんと自分のペースを持ってて、あのさ、前もよくなんかああいうノリってよくあるじゃないですか、うん、なんかみんなで出演者にわーっと盛り上がっちゃったりみたいな、うん、それでアコースティックの後でもほら結構みんなで歌い始めちゃったりみたいな、うんうん、そうするとその勢いでなんかちょっと帰れなくなっちゃって、うん、ああ終電なくなっちゃったみたいなね、うん、かわいそうな目に遭う人がいるんだけど、うん、まあ関係なくみんなきちんと帰るね。そうですね、ちゃんとそれで誰だっけ、サユリンなんかも、サユリンぐらいだよね、なんか電車を逃したのね、うん、サユリンはね、サユリンは完全に自己責任だもんね、あれね、なんか小田急線が止まってるっていう、人身事故で、うん、止まってるっていう話で、まあでもそういう時も小田急線は強いっていう話でね、そういう時は遅くまで終電がなくなっても運転してくれる諦めない小田急線っていう話をしてそれを信じてたら駅に行ったらもう終わってたっていう終わってたっていう、元気に帰ってきたもんね、うん、なんかね、ただいまってなんか最後はタムタム、うちの、ね、スタッフのタムタムと一緒に、うん、ラーメン食べてきますって言って帰ってきた、ね、あ、そうだね、それで多分松永さん家にお泊まりしたんだと思うけどね、うん、まあそんな楽しいイベントでタミヤさん大丈夫かしらと思って、体力今日とかだいぶきつかったんじゃないかと思うんだけどね、お休みなのかな今日は。お休みじゃない、お休みじゃなきゃあんな、あ、でも無茶するかな、分かんないけど、まあでもなんかいいイベントでしたよね、はい、楽しかったですよね。ぜひまたね8月29日もありますので、来ていただけたらと思います。ぜひ遊びに来てください。そして、ね、今度は5月の6日には、はい、いよいよですね、ユーストトゥデイ音楽祭、はい、ね、楽しみですよね。じゃあサボったんでしょ、サボってないわよじゃあ C&C さんのメールから今日もご紹介しましょうか。ぜひちゃんとね、今日も代わりに直前でメールが来たんで、うん、いつもね一通りこうやって大体 赤い鉛筆を持ってこうやってあ、ここは読まない方がいいなっていうのを消して、うん、でここ読んでいいよっていうところを囲って、うん、それで
あのラジオネームに丸をつけて、うん、で一番上にはあの T っていうのが今テーマ、うんうんうんね、で R っていうのがリクエストっていう感じで、うん、でそれの他に普通をたって書いたりとかして、うん、で他にそれを全部あのカオリンに渡してね、うん、でカオリンがそれを自らもチョイスしてそうね読んでいくんですけど、今日でも結局こうやって線を引いていたら最後1行しか丸がつけられない。もうねそれを見つけられなくてね、バツばかりで一応ねこんぐらいの長さあるんですけど、うん、で裏からでもかすかに見えると思うんだけど透けて、それをもうこれの中の1行、ね、渡された瞬間にもう読めないじゃんっていう声が思わず出ちゃった。これ読まなくていいやつじゃん、うん、全部バツじゃないって思ってよく見たら1行だけ丸がついて。ね、あれ他にもあんおって西様かおりんこんばんはだお。こんばんは。早い帰りだとどうしても18時半くらいに運転中を。なんだってなんだってなんてしまうんだお。あ、そういうこと、ね、それを C3 語、うん、で、うん、運転中を。意味わかんない。何今日は祝日だからやってないと思ったお。でもユースト見てみてよかったお。うふよかった、気づいてもらいたい。で今日のテーマ、好きな色、はい、1農作業しているから土の色ね、ニヤニヤ。これカオリンが読んでくれたやつね。読んだ、うん。2海に潜ったりするお仕事もしてるおで水色ね。うふふ。まあほらこの辺で嘘くさくなってくるじゃないですか、すでに2個目で。そうだね。3畳の張り替えの仕事もやってる時もあったので麦色ね、ニヤニヤって。ニヤニヤしちゃった。麦色かたたみってもう青い畳だよ、ね、そうだね、もうちょっと青いような、うん、緑っぽいような気がしますが、ね、で最後4、最後に本職のてんてんてんで使ってるスクープの色ね。何色だよだから。急いでたからまとまりがなくてごめんなさいケル。新しい。まったね。おしまい、けるじゃないんだ、うん、ごめんなさい、いけるな。あかん、こんなメール。危ないね。こんなカオリンが読んでしまったらどうするんですか。かろうじて土の色だけは読めたけど、ね、ラジオを聞いてる人は、ああ、農作業とかをされてる人なんだなって思ってくれたんじゃない、うん、きっと。怒ってるよ、ブーブーってブーブーブー、違う、今ブーブーってブーブーブー、うん、だって別にあのいいのね、内容は、うん、内容はいつもの C さんの感じだからいいのよ、うん、いいの。それであの運転しようっていうのもなってしまうおのことだろうなとか、俺はちゃんと通じ合える自信もあるし、だけどうんになっちゃったんだね。急いでたからまとまりがなくて、うん、ごめんなさい切るっていうのは俺は認められへん。何それ。どのあたりがごめんなさい切るってあかんやろ、マイケル全然関係ないやん。なんて。あ、そうだよね。何でも最後に語尾に切るつけたらええんちゃうかって言ったら。じゃあごめんなさい、うん、おしまい切る、そう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 、だったらいいの。そう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 、そうだってさ、ね、細かいね、はい、大きなところなんか見落としてるような気もするけれど、そうだね。俺がこだわるのはそこやね、うん、だってさ、うん、はい、よろしくね。ということで今日もメッセージありがとうございました。ごめんなさい後高森とかしなくていいです。ややこしくなる。面白いこと書かなくていいな、今。スコップの色って何だ、ベージュ、今いろいろあるからね。サビルと茶色、金属、銅の色、なんだろう、うわーんって泣いてる、泣いてるよ。厳しい今日は。少し正座してそこで泣いてください。正座してってそこにお座んなさい、ちょっとおかしいでしょ、ごめんなさい、いけるわ。かかってないよってマイケルに。急いでたからじゃない、ね、急いでたら言い訳になりません。サイケルはなりません。サイケルはダメ、ごめんなサイケルはなりません、うん、そこなんだ、こだわるところ。変なの。そこはお座りなサイケル、これもダメなんじゃないの、ね、お座りなサイケルはありやね。どう違うの。お座りなサイケルもかかってないよ。お座りなサイケルはありなんやね。なんだこれ。
だろうね。さあ今日の問題いくわよ。なんかおかしいね、このこだわりが。今日も言ってみるもんだね。西さん埋めるの大変そうよね。え、じゃあもうやめなさいけるわ。もうやめなさいけるはありやで。ありなんだ。なんでごめんなさいけるはなしなの。全然そのこの線引きが分かんないんだけど。感覚だってさ、支援の主さん、だってもうすでにあのここの、うん、ごめんなさいけるありきの、うん、この他のやつやから、やめなさいけるやから、そっか、そうするとありになる、ありなんだ、うん、分かったような。さあ今日も皆さんとね、数字当てと、はい、そうですよ、だから今日サクサクいくっていう話だったんですよね。そうなんです、だからもしかしたら9時には終わっちゃうかもしれない、ね、そうなんです、だから今日もしバーッと人がいっぱい来たら、うん、ものすごいプレッシャーの中で、うん、すごいしょうもないことをここでしなきゃいけないわけですよ。早めにやっちゃおう、しょうもないことは。しょうもないこと、誰がしょうもないことやねん、アホ。一生懸命やっとんねん、自分で言うから。しょうもないってどういうことやねん、西さんが言うから。だからそうなんですよ、だからでもなんかなさそうな気もしてきたな。そうですね、なんか来週のところにも書いてあったから、うん、来週からっていうこともあるよね、ってこともある、うん、でもね、わかんないもんね、わかんないもんね、もしかしたら、もしかしたら来るかもわかんない、もしかしたらちょっとずつ人が来るかもしれない、ね、しょうもないって参加してるのにね。みんなしょうもないって、しょうもないって、しょうもないことってって。ものすごい。大丈夫です、しょうもないことって自爆しましたね、うん、そんなしょうもないことを一生懸命やってるんですよ。青鬼さん、こんな時でもちゃんとね、人を気遣って、かけふさんついてきてくださいね、すっかりついてこれないですよね。すいません。これ人数減ってたら絶対 C さんのせいや、え、なんでよ。スタジオの準備ってね、あ、お疲れ様、お疲れ様です、お幸せにね。今言うのそれ。そう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 、だからかおりあれ、ね、予定なんか入ってんだっけ、仕事か、あ、店の方か、そうなんですよね、このね、さっきのあのセミマルさんのね、結婚パーティーみたいなのがあるんですよ、うん、でそれにね、カオリンがごねてるんですよ、ごねてとても祝う気分になれないっていう話をさっきしてて、全然そんなこと何があったのか知らないですけど、全然そんなこと言ってない、そういうプライベートと仕事は分けろっていう話を今。話がややこしくなる。話がややこしくなるといえば、さっきの SKK さんからのメール、あなたドア玉から読み飛ばしたけどさ、ん、 SKK さんからメール届いたじゃん、うん、赤い鳥逃げたのリクエストくれた、うん、その人ちゃんとメール読んで。読んだよ、ちゃんと読みなさいよ、ドア玉からきちんと。何、勝手にさ、あなたね、それはね、リスナーの人が書いた著作物なんだからね、それを勝手に変えるっていうのは著作権法違反ですよ、それ。こんなとこダメ出しされるの。はい、じゃあSKK さんのメールもう一度紹介します。スケバン様こんにちは。そう。おしまい。ドア玉からスケバン様こんにちはって言って始まった。これ読み飛ばすでしょ。それこそ失明、あの失説明が必要になるでしょね。ミュージックボックスをね、聞いてくださったんだよね、きっとね。ね、そうね、聞いてくださったのよね。うん、いきなりスケバン様こんにちはから始まったら、それをさらっと読むかなと思ったら、さすがに読まなかったわね。もうちゃんとその下からこう、ここからっていう。ここからってちゃんと印つけときます。印ついてたんだ、ちゃんと。俺むしろ丸つけてやけど、俺やるから。読まないよ、スケバン様って送ってきたら。読み飛ばすよ。
もうユーストリームで分かるようにカメラでカーンってしてやればいいじゃん。そういう、もうそういうスケバン様っていうのが来たらカーンね、これもなんかなんか誤解、ちょっとした誤解からねこんなことになってしまい、誤解ちょっとしたあれですよね、あだ名ですよね。いつだったんだっけ、小学校、小学校の頃の1年生の時のあだ名だったの。早いね小1でスケバンだったんだね。違う、もうさ、理由があるんですよ、ちゃんと。さあ、じゃあ今日はですね、ジャテとともに理由聞いてない人もいるだろうからね。あのほら、聞きたいよね。入学式とかってさ、みんなおしゃれしてくるじゃないですか、うん、はいはいはい、ワンピースとか。お母さんもね、綺麗な格好してくるしね。そう、男の子だったらちょっとなんか小学1年生でもさ、ちょっとネクタイ、ブレザーにね、蝶ネクタイしてる男の子なんかいたりしてね。私も可愛いですよね、ワンピースで、うん、なんかね、セーラー服っぽいワンピースだったんですよ。あー、セーラー服っぽいワンピース、うん、なるほど。なんでそれを選んだのか分かんないんだけどそしたら当時それこそスケバンデカっていうドラマがあったでしょ、うん、そこからあだ名が ね、 そっからね、しばらくね。どのくらいあったの、そのスケバンって。さあ、だからスケバンって言ったやつを始末するのに1週間ぐらいかかったっていう話してたじゃん、何がミュージックボックスで。してないまあそれから言われなくなったんですけどみたいな。何がよろしかったら、ね、ポッドキャストの方でミュージックボックス聞けますのでそんな話はしていませんが前回、前々回だっけ。そうですね、4月かな、だよね、あだ名の話したのって。今回は違う話してたと思う。今回もまたなんかね、遅刻の話とか。あ、遅刻の話した ね、今夜10時からのミュージックボックスでは。今回の話も面白かったですよ。最近ね、なんかトークが面白いですよね。そうですか、うん、とっても。よろしければぜひ、まあこの後10時から、はい、もう聞けラジオで、ラジオやさいまるラジオでも全国で聞けますし、はい、もしかしたら今間違ってポッドキャスティングがアップされているかもしれない。わかんないんだけど、もしかしたらね、はい、ポッドキャストでもね、無料ダウンロードできるようになっておりますので、そうなんです、聞き逃しちゃった分はそこで聞いていただけると嬉しいです。昨日さ、アップしようとしたら、うん、容量がもういっぱいになっちゃったみたいでさ、ポッドキャストの。はあ、早い。サーバーの方もね。はい。でそれで、もうアップされてるらしいですよ。本当？まだ聞いてないけどって。あ、されてました？まだ嘘。されてたらあかんちゅうね。あ、されてるわ。じゃあフライング。聞くな。10時まで聞いたらあかんで。アップしといて聞くなって何なのそれ。それでだから一回そのデータを全部いくつか通常コースのやつを削って、削るのと同時にフィードっていう XML 形式のその書類があるんだよ。その書類とそのサーバーにアップされてるデータが一致してなきゃいけないのね、全て。でそうするともうすでにアップされてるやつが今週分があるので、いつも最後にそのフィードをアップしてアップされたことになるんだけど、その削ったやつがあった状態で前のフィードだとエラーになっちゃうので、それでしょうがなくアップしちゃったんですよ、フィードごとね。なるほど。それで今度このミュージックボックスの方もそういうふうにだいぶサーバーの量がいっぱいになってきたので、毎週増えていくからね。そうなんですよ、毎週毎週アップしてるんで、で、うん、1時間やってるじゃないですか、うん、長いよね結構ね。だいたいポッドキャスティングって長くても30分とかなんだけど、うちはもう破格の1時間プレゼントやってるのでもともと1時間だった番組がそうそうそう、でポッドキャスト用に編集するのがめんどくさいだけなんだけど、そのまんまで流してるので、ちょっと通常放送のね、うん、400
回以降ぐらいかな、400回からもう500回になってるじゃない、うん、それをちょっと最近のまあ半年、3ヶ月から半年ぐらいにしていこうかなと思って、はい、だんだんね、じゃないと新しいのがね、そうなの、だからでスペシャルを残していくからさ、うん、だんだんあのいっぱいになっちゃうのよ。じゃあ聞いていない方は始めるので、あの過去の放送今度そのうちゆっくり聞こうなんて思ってる方は、うん、先に落としていただくなり、うん、綾之助さんこんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは、いい笑顔してますね綾之助さんは、笑顔、うん、こんばんはの横後ろに書いてある笑顔がさあ数字やるよ、さっきさやんないんだ、え、さっきさ、なんかそのスケバンつながりで、はい、あの何ですか、あの紅夜叉の話が出てたんですけど、タイムラインで誰が書いてたんだっけな、はい、あ、もうすべてダウンロードしてますので、ありがとうございます、ありがとうございます。その紅夜叉の、うん、俺なんか知らないけど女子プロレスにはものすごく縁があるんですよ、うん、まずほらこの間話したゴーツさんっていうミュージックボックスのパーソナリティやってたシンガーの人が、うん、あのカンドリさんのね秘書やってたり、 LLPW の中でもすごく顔の利く人だったりしたでしょ。それとあとマジックアイランドレコードっていうのを務めてた時に白鳥千恵子さん、あのプロレスラーの美人プロレスラー白鳥玲子は三井のリハウス、白鳥さんっていう人が CD を出した時に俺がちょうどアレンジとディレクターやらせてもらってっていうこともあってカントリーじゃなくてとかね、それでその時は白鳥さんどこにいたのかな、大阪プロレスかなんかの試合だったのかな、そうそうそう、カントリーさん前あの議員でした、その時にねその私 の, あの知り合いがね、あの白鳥千佳子だ、千佳子さん、そうだ白鳥千佳子さんだ、それでその人の CD を出して、うん、大阪プロレス の, あのリングの上で歌ったんだよね、うーん、ほいでね、他にもあのなんかほらライブインマジックっていうそのライブハウスやってた時には井上京子さんのがなんかマネージメントをしてるアーティストのライブみたいにやって、うん、井上京子さんが打ち合わせに突然現れて、俺が狂気乱舞したりいろいろご縁があるんですよ、うん、そんな中でも俺のね友達でドラムのやってる友達でね、でそいつがあのなんだカントリーとかその辺にもちょっと興味があるみたいな話をしてってすごく上手だったの で,、うん、でドラムでちょっと仕事がしたいっていう仕事がしたいっていうんで探してた時期だったんで、その時俺東京ディズニーランドリーってあのディズニーの中にもいくつかバンドがあるじゃない、はい、パレードの中にほら3組ぐらいバンドが出てきたやつでしょ、うん、でそこの中の1個をこう紹介して、それで一緒に働くようになったのよ、うん、TDL で、それでその彼が同級生に紅夜叉がいる、おう、あの紅夜叉って俺の同級生やでっつって、福井出身だったのかな、なんかへえっつって、それで今度試合行くけど行くよっつって、俺女子プロレス大好きだから行く行くっつって、それでついてった、なんかねその時ね LLPW でも紅夜叉が売り出し中で、売り出し中だったんだけど、その時の相手がブル中野で、おお強そう最初にもう木刀を持ってうわーってやったんだけど木刀も奪われておられ、折れるんだそれで上からドーンって乗っかられて、あっという間にこうスリーカウントされて
もう 1,2 分で終わるぐらい。そんなに全く歯が立たなかった。そう、それで帰り際ちょっと、ちょっとでも本人とかこういう試合の後ってなんか、うん、へこんだりしてるんじゃないかなと思って、うん、俺あれだったらいいよって、いやいやちょっと一言挨拶してこうやっつって、連れて行かれて、うん、それで紅やささんがわざわざ出てきてくれて、それでそのドラムの男はもう同級生だから幼馴染だからもう全然遠慮がなくて、早いわお前何しとんねんって言うねあっちうまやんけ、お前何もしてへんやんみたいなこと言われて、無理です無理です、ブル様とか無理ですよすっごい可愛い女の子で、そうなんだそれでそいつが紅夜叉に向かって、同級生のもんだからルンちゃんって呼ぶんです安田ルミちゃんっつったっけな、ルンちゃん、ルンちゃんって呼ばれてんねん。だけど格好はうん、ちゃんと特攻服やねん特攻服のまんまで、ルンちゃんでも体大事にせなあかんねんって、もう私本当でもさ体がきつくてさ大変そう、大変そう、すんごい大変そう、可愛らしい女の人でして、うん、そんなルンちゃんの思いをちょっと語りましてはいはい、白鳥千佳子さん、大阪のフロントでゼネラルマネージャーをしているとありますね。そうなんだ、へー、俺さこの白鳥千佳子さんの、うわ弱そうに見えないね、すごい怖いでしょ、うん、すっごいすんごいもう優しい女の子よ普通の、だって出てきて無理や私ブル様とか無理だもんブル様っていうのが面白い、ブル様って言ってた対戦相手に様つけてる時点でもうねそれぐらいだからその時は格の違いがあったんでしょうねきっとね。うん、あそう、なんかあれだよね、タイガーマスクさんだっけ、うん、何代目かのと結婚したの、と結婚されたんですよね、新婚さんいらっしゃいに、でその時にさCD のプロモーションも兼ねて結構グラビアとかもやってたのよ、はい、美人レスラーだったもんで、それでねその時に俺は初めてそのマネージャーさんから今度のグラビア見てくださいすごくいいっすからって、うん、結構際どいのとかあるんですかって言ったら、うん、一応水着なんですけどでも下着に見える水着着てるんでって言われたの、それで下着に見える水着かそれ見たいなと思って、で見てすごく興奮するかなと思ったら俺はこれが下着じゃないってそのマネージャーのせいで知っとんねん、もう、うん、ね、聞いちゃったもんね、そう先にもう見える下着に見える水着ですよって知らされてるから全然興奮せえへんねん、うん、だけど他のやつらはその前情報がないから、あ白鳥近くの下着姿だと思って興奮できるわけよ、ものすごい俺損してるやんなあなあみんなどう思う、残念だったねいかにねこの男が精神的なこうものでこう興奮度が変わるかっていうね、それをお伝えしたかったんですよ、はい、だって大した違いないよというか、それ違うって違うってば、俺はそれが下着に見える水着じゃないって思って見てたらもっと興奮したはずじゃね、あんなこともこんなこともまあいいや、おしまい、おしまいける、はい、じゃあ今日はちょっと流行りですねおしまいけるCの C さんの数字当てをね、はい、何終わったみたいですねどこどこって数字も決めてありますから、数字はもうね決まっているので、はい、みんなあれだね、こういう時になるとカオリの眼差しが面白くてしょうがないんだねそういうわけでもう数字の3桁が用意してあるので、はい、今日はお題にまた参加していただいて、はいはい、お題の答えを皆さんが書くときに
0から9までの数字を1つ入れていただいて、はい、その後にお題の答えを書いてもらうと。そうです。なんか面白い答えが思いつかないなっていう人は、あの数字だけを入れてもらっても構いませんので、ぜひ参加していただきたいなと思います、はい、さあ、じゃあ今日はもう先にあまりあれこれ言えない数字になっちゃいましたね、なんかね、うん、何を言ってもヒントになっちゃいそう。そうだね、ね、あのだからまあヒントは特に言わないですけど、まあ青鬼さんがいらないぐらいの話しかできないんですけど、あの3はないです。なんで言うねんお前。言ったじゃん。裏切り者。言ったじゃん、日産が先に。俺は青鬼さんの必要、あの必要性を解いただけや。なんだとって言ってるけど。まあまあまあしょうがないんですよ。これもあの今日もまたアプリでね、うん、あの0から9までの数字がランダムに出てくるアプリでこうやったら、うん、はい、あおにさん消えた。まあ一応その3桁も用意してあるので、ランダムな数字がこう、はい、用意してありますので、お題に答えていただきたいと思うんですけど、今日のお題せっかくね、今日は3日か4、5、6、もう本当にもう少しでユーストツデー音楽祭、うん、ですね。これね実はね、いつぐらいだったっけな、斉藤真理のユーストリームの後とかだったと思うんだけど、あの三上さんにあのそういうのやろうよっつって、うん、なんかあのもう今ミュージシャンたち一通りこうなんかあの山作戦とかマリエさんとかさ、ユーストリームでこうわーっと注目されたアーティストとかいるじゃんいっぱい。でその人たちが一通りこう出揃って、なんかその、まあ、本人とかスタッフももちろんなんだけど、見てる人もあユーストでこういい音楽いいミュージシャン見つけて盛り上がっても大体このぐらいなのかなっていう感じがなんかちょっと見えてきちゃった時期のような気がするのね、うん、3年経つじゃないユーストエイジアが立ち上がって、でそれをやっぱりもう一皮出したいじゃないですか。まだまだなんかこれユーストリームからもしかしたらスターが出るかもしれないみたいな、でそういうことをやるためにはやっぱりそのなんかこのユーストトゥデイとかっていう番組がユーストリームの中の代表するような番組がなんか音楽に特化したねお祭りみたいなものとか、あとそれから鉄道のスペシャルをやるとかね、なんかあとそういうガジェット系のなんかスペシャルとか、いろんな企業に音楽系の企業に集まってもらうとか、そうするとそれぞれのそこが好きな人たちがこうもっと集まってこうパワーが出せるような気がしたのよね。だからそれをちょうどあのユーストリーム大賞でいろんな人が、あすごい人たちいっぱいいるな、ラジオ局の人もいるし、なんかいろいろ発信したいこともあるし、まだまだ面白い人たちいっぱいいるんだなって思うと、まだまだこれからちょっとあの特にユーストツデーとかね頑張ってほしいなと思って、それで音楽祭やりましょうよって、うん、その頃にねお願いしてたんですよ。それで三上さんもやりましょうって言ってくれてたんだけど、なかなかね日程があと決まんなくてね、はい、で今回はいつぐらいの時期だったか忘れたけども、押しかけに月曜日が祝日っていう日がね、うん、たまにあるじゃないですか。でゴールデンウィークだとね、ゴールデンウィークの最後の月曜日がこれもう祝日なので、うん、ここでどうですかってお願いして、それで三上さんがねいろんないいアーティストたち当たってくれたらね、本当に素晴らしいアーティストが集まってくださって、ね、カオリンにもね声かけてくださってね、はい、ありがたく、マリエさんとかも聞けるんですよ生で、ね、生でね楽しみ、嬉しいわ嬉しいわ。なのでね、ぜひ今度のユーストツデー音楽祭とかをなんかきっかけにして、そういうだからなんか今回はユーストツデー音楽祭だけど、うん、もっとほらうちの番組もミュージックボックスとかいろいろやってるし、うん、他のラジオ局でも音楽の番組とかいっぱいあるじゃん、ね、なんか
そういうところが力を合わせるとこんなに大きくなる可能性もまだまだあるんだぞっていうのをなんかやる第一歩になるといいなと思って、うん、なのでね皆さんにもぜひ盛り上げていただきたい、はい、会場にそうですね 5,60 人の人がもしかしたらお越しになるかもしれないですけど、うん、毎節あの、まあ、僕は今回はあのカオリのサポーターみたいな一緒にねステージに出てもらってギター弾いてもらうので、そう今回なるべくおとなしくしようと思ってるんです。なるべくはしゃがないようにしよう、はしゃがないようにしようって自分で一生懸命こう抑えてる、今から抑えてる、 今は抑えなくていいじゃないですかなんせたくさんのアーティストを皆さんが楽しみにしてると思うので、うん、ゆっくり楽しんでいただきたいし、これ押したりすると大変そうね、そうじゃないですか。なのでね、いつも冷凍でしか聞けないアーティストが生で聞けます。冷凍でってだからうちの席大体60席ぐらいしかないんだよね。そうですね、椅子を出したもしても、もしそれ以上になると立ち見とかになっちゃうかもしれないんですけどね。あとレイム君来れないんだ。あら残念残念。白川さんは来てくださるんですね。ね、お待ちしてます。ウエストボックスの回線はなんとか光になったので、光になったんですよ胸張ってずっとさ工事お願いしても、ね、NTT の人がちょっとこれは無理ですねっていうのが続いてたんですけど、ね、タムタムがもうそこ根気強く、ね、素晴らしい、いっぱいこう何度も何度も見てもらったり、そうなんですよ、ビルの設計図とかも ねなんか管理会社の人に見せてもらったりしながらやったらなんとかねできたんですよ、ね、大丈夫なはず。偉いわよ。俺は途中で切れてっちゃったからダメだったんだねそうだね福岡から行って立ち見とかになったらシャレにならない。早めにお越しください。そうですね、ちょっとあれだね、今のところはだからだいたいね、うん、60名ぐらいの席を確保してあるので、うん、それを超え、今何人ぐらいだっけ、予約の人で30人ぐらいだっけ、どうだろう、参加するかどうかみたいな人が20人ぐらいいて、もうちょっといたんじゃない、多分増えてた気がする。ただそれとプラスアーティスト名義で行きますっていう人とかがいたら、うんね、ツイッターやっていない人とかもいるかもしれないし ね人とかからいたら41人に増えてるって今。あ、本当？じゃあそれプラスさらに増えるってことだもんね。そうだから、それが20人を超えるとどうかな。今そうです、11時会場ですね、はい、になりました。今のところはだから60人を超える、60人以内なんじゃないかなっていう感じですけど、そうね、もしあまり人が増えるようだったらば、なんかご座かなんか引くか、ご座、ご座引きますか。あとなんか俺が誰か座ってる人を選んで、じゃああなたとあなたとあなた肩車みたいな。何それ、肩車って何で、君はこの人の膝の上とかこう好きにさばいていいんだったらば、全員座れるように頑張れるけど、ね、興味ありっていう人もいるからね、そこからまた増えるかもしれないね。そうなんだよね。マナーボードにし忘れて、小田急線の中で西さんの笑い声がこだわってるすみません、気をつけてください常磐特会さんと申し訳ごめんみんなに見られたでしょうね、本当にタムタムのおかげで光になったの本当に嬉しいんですよ。でなんかあと何ができるかな、なるべくね会場の客席を作る時もちょっとね考えながら作った方がいいかもしれないです ね多分だからテーブルは出さない方向になると思う。うーん、その分なんか椅子を多く出して、なんか補助椅子みたいのがあった方がいいかもしれないけどね。
まあまあそれでも、はい、こちらでなんとか、ね、対応できるようにしておきますので2階席3階席3階席はあのほとんどもう PA の人たちで終わっちゃうのでそうですね。でも1列分7、8人はいけんじゃないかな。あそこあベンチとか用意するか。ベンチベンチとか、 なんかバス停から持ってくる。バス停から持ってきたら怒られるでしょうなんでそんな当たり前のツッコミしかできないのバス停から持ってきたら怒られるでしょう当たり前すぎるそれはそうなんだけどさ、だから、はい、そのユーストトゥデイ音楽祭を盛り上げる意味でも、うん、ユーストトゥデイ音楽祭にまつわる何かお題を出そうと思うわけです、はい、さあユーストトゥデイ音楽祭で最初の MC で古谷香織が喋ろうとしたらそれを遮って出てきた西さんが叫んだ最初の一言何それ香織がこんばんは古谷香織ですって言おうとしたら西さんが出てきて、うん、それを遮ってなんか最初の一言、はい、じゃあ西さんが言った最初の一言は企業や団体が勝手に置いていってるのでバス会社の持ち物ではないので。そっか、普通になんか普通のお家の椅子とか置いてあるとこあるもんね。そうだね、うん、あ、うちのシンディ持ってく。いやいやいや邪魔だから一人特別にいや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 一人ものすごいこうビップ席じゃないですかね、ど真ん中にじゃんけんで勝った人が座れるのじゃんけんさあやるよ。ユーストトゥデイ音楽祭で、うん、西さんが叫んだ最初の一言。はい、じゃあ5分間ぐらいね、5分までスタート。はい、スタート。じゃあ数字の0から9までの何か1つを入れてから、ね、0から9まで数字を入れながら、ロフト席ね、そういうのも作れたら。サライを歌い出す、よかった方にはあの西座部差し上げます。はい、古座部、西座部それぞれ自己管理で数を数えていただいて10枚単位で申告していただくとプレゼントを差し上げるという、うん、みんな一人ワンオーだねステーキの件最高俺だよ誰なんだこれありがとう。回答君なんだろう。ソリさんソリさんなんかもプレゼント送ってくださってね。あ、そう、お菓子を。ありがとうございます。なんかすごい、それでお菓子が届いて、それで届いた赤オリーンっていうのがツイートがあって、でうちの店の留守電にもあの荷物届きましたでしょうかっていうのがね入ってて、それでカオリンがね、あ、返事してあげなきゃと思って返事したらもう答えが返ってこないっていういいじゃないかな。そこがソリさんの一番美味しいところで、私の返事を見てもらって多分安心してもらったんだと思う。そう、その返事を出すともう絶対答え返ってこないんですよよかった届いてとかね、そういうのないんですよ絶対。届きましたよってカオリンがせっかく返事をするとシーンってマイペースだからね、ソリさんもね。そこが面白いんですよね、ソリさんも。青森さん元気、町田愛してるぜ、ドリンクは何にしましょうか、町田市は神奈川県ですこれ言いそうだね、なんか神奈川県ですなんて俺が言うわけないじゃん、町田市民が。逆だった間違った私が伝説の埋設市の西です、埋設市の 西市ですじゃないとね、ここは星雲牛肉が好きなんです、お腹減った、ソリさんソリさんが今やっぱり一番ブームかな、ブームなんだ、西沢あげるね、アイズさん、お高いんでしょう、チェロキー最高、チェロキー昨日調子悪くなってた、久しぶりに止まりました、止まっちゃった、ちょっと昨日止まっちゃったまんま、あそこまで帰るのが大変だった、店まで帰るのが。あら、しばらく調子良かった、良かったんだけどね、一回出るとまた出るんだよな。メール回答、メールえ、何どういうことこれ、巻きでお願いします、呼ばれて飛び出てじゃ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 ん、ヤッホー乗ってるかい
青っぽいな俺。唐揚げ定食、神奈川土建に相談だ。 CM が飲み物飲めよ、肉持ってこい。ミッドナイトプレミアム西梨、大きめの肉一丁、和牛しか認めない、脂身っていうな。懐かしいな、懐かしいねこれね。あおり隣にいるのに和牛行きます。そこの人一緒に歌おう。君向島君だっけ。あれね、君向島君だっけっていうやつですね。古畑です。皿はいらん、肉だけ持ってこい。今日は僕の二十歳のバースデーにありがとう。あと1分です、うん、和牛命、カモには鳥だお。鳥は NJ さんですね確か。違ったっけ、うんうん、いいんですか。あ、行っちゃいけないんだっけ、わかんない。みんなアメリカ行きたいか、ニューヨークじゃなかったっけ。ソリさんおいで。ここから先はせん、さっきソリさん一瞬あそこにいたんだよね、チャット、チャットに。え、ほんと一言言って、それで俺があのもう一回、うん、あのソーシャルどうぞって言ったらシーン。安心したんだ。30秒前、ここから先は1000円だから、牛丼無理で肉の代わりに豆腐出して、豆腐出したの誰だ。レイナを歌い出す人のライブで、うのうのいいね。改めまして西健二です。脂身っていうな、グラム100円です。やる気あんごって誰に言ってんの。みんな静かにするんだ。5秒前、続きはウェブで。チェロキーが配信になりました。でもさ、終了、昨日ツイート終了です。チェロキーがちょっと止まったりしたじゃない。それで止まっちゃって、ああやっぱりチェロキー無理なのかなと思って部屋に帰ってさ、うん、あのふとあの郵便ポスト開けたら、うん、あの自動車税の納入のやつが届いてて、うんうん、これ何か何を言わんとしてるんだろうって考えちゃったよ。まあ高いんだ自動車税が。スケバンカオリンが歌います。だるまさんが転んだ、今回できないだろうね、あの人数なんだろうね。お手手でのシワとシワ合わせ、幸せ埋まってるかい。埋まってるかいって自分で埋めといて何言ってるんですか。はい、もう終わります。あと1分です。着席のこんばんは。あ、お疲れさん、こんばんは。こんばんは。今宵お楽しみいただけましたでしょうか。腰痛い、最近腰の調子いいんですけどね。順番はホームページ出てました、出てましたか。私は無実だ、町田も駅弁作ろう。駅弁そうだよね、あってもいいよね。俺はお前のかませるじゃないね。アマミズムさん、この間ありがとうね、 DVD 送ってくれてすごい面白かった、うん、長州と藤波がドライブしてる、うん。焼肉食いたいやつ、この指止まれ、さだまさしコーナー始まるよ。高さんのね、脱走しちゃう。歌声喫茶西では必ず、志村後ろ後ろ、三上さんおいで。さてここで一席、隣の晩ご飯みんな立つんだ、早いね。僕はやってない、アラブ首長国連邦、きらめき西です。踊りましょう、きらめき西です。ニューストゥデイ、みんなの曲を歌っちゃう。ぜひ聞いてください、メロって言ってね。勝手に歌っちゃう、どんどんやっちゃう。だねそれ、ツイプラに書いてあったの順番ね。なんか、どうもどうもどうも、1週間ぶりのご無沙汰です。伊達市学園2もよろしく。ないから2ね、続編あってもいいけどね。ここで終了、うん、今日は歌いません。ロンロン、いいですねこれ。節子、それ牛乳やない、なんだっけこれ、ホタルの墓。あーそっか、かな。リヒデシュアポロ50、あアポロ55は解散だ。まさかね、あんないいやつが、デビッド、プリンスデビッド、あんないいやつなのに、終了、おしまい、いける、はい終了。さあここまでで、一応はい数字ね。もうすでに3桁の数字は決まっているので、はい、これから古谷香織がチェックして、はい、今までの中にこの数字が揃ったことがあるかどうかチェックしてもらいます。見てみますね。よろしくお願いします。私が貧乏太郎です。喋っててください。ね、自動車税来てたでしょ、5月いっぱいで払わなきゃいけないんだよね。お前ビールスーパートライじゃなくてラガー買ってきてただろう、来ただろう。
鬼ガルじゃないおにぎりですよ三上さん。おにぎりさんはもうこのネタ持ってもねずっとユーストツデイ絡みできますよね。歌声居酒屋エビ。次もう一個ぐらいなんかお題考えよう。ユーストツデイ音楽祭まつわるにまつわる。じゃあ次のまだ書かないでね。次のはユーストトゥデイ音楽祭で何て言うんでしょうね。なんかサプライズコーナーみたいのがあって。途中ね。ハーフタイムショー的な。そういうのをやったんだけど、ユーストトゥデイ音楽祭のスペシャル企画、会場がドン引きしたスペシャル企画、何をやったでしょうっていう。ここで悲しいお知らせです。電気が切れました。え、大丈夫？電気読み間違いとかはね大変ですよ。今日もニュースがね意外だったよね。休みの日だから入ってこなかったんですよ。いつもはあそこ来るんですけどニュースがファックスで。だけど今回来なくって、あそっかゴールデンウィークだから向こうにもスタッフがいないから来ないかと思って、それでねこっちからニュースをピックアップして入れたんですけど、それの中でさ入れようと思ったのが何ん一つねやめたんだけど、うんうん、人の名前が出てくるわけ。あ、人の名前って難しいですよね。 でそれに振り仮名が振ってないから、うん、ニュース原稿元のニュース原稿じゃなくてウェブにあったやつだからね、うん、でこれで名前間違えちゃったら、うん、元も子もないし、これはなしっつってなしにしたの、ね、読み間違いとか大変ですよ。あると和牛の解体ショーとか今書かないスタートしたら書くの、我慢できないの。西様踊りが入るよ、俺の踊り8秒しかできないけど大丈夫。8秒。大喜利コーナー。ね、そういうなんかユーストトゥデイ音楽祭でやるスペシャル企画、待たせしました。会場がドン引きしたスペシャル企画は何でしょうっていうのをこの後やりたいと思います。さあそれでは古谷先生、チェック終わりましたか？終わりました。それでは古谷先生から発表です。ないっていうヒントが最初に出たからね。出たのか。なかったです。最近だいぶ思わせぶりぐらいもぶり具合もいい感じに。そうですか、うん、今ぐらいやいい。そうね、そのぐらいがちょうどいいと思う。これなんだっけ、グルナイのさ、ゴチになりますでさ、シェフがなんかこうあれやんの、うん、あんじゃん、すごい、もうあれすっげえイライラするのなんか。もういいじゃん、すごいもったいぶるよねあれね。ああいうところでさ取れたかとって、何がそんな番組って面白いね。もうちょっと短くてもいいかなって思う。みんなういいじゃん、どっちそんな引っ張り方する。さあ次行きますよ。はい、そう、それでそう見ながらどうせ CM 行くんだろうって思っちゃうじゃん。
じゃあ今日はなしでした、残念ながら。じゃあ2問目、みんなあの答え書いちゃってるけど、うん、私の変顔、お題を考えたってことはないかな、うん、どういうこと。西さんのフラダンス、でもハワイのさあの人たちってすごいよね。本当俺なんかあのジュニアって呼ばれちゃうからね。ジュニア、うん、チビとか言われちゃう、ね、日産がすごいよ。本当に小錦クラスの人たちとかがいっぱいいるから、まだまだなんだ日産。そう、まだまだこんなもんじゃないまだまだいける俺は。ハワイ、ジェンガを始めます、ね、ガチムチパンツレスリング、祝日だから1個合ってるだけで OK にしましょう。1個ってまたまた緩すぎだよ。もったいぶると罰の可能性が高い。1回惜しいところがあったよ。ぴったり賞もないくせに。そうよねそう、あの羽鳥さんのあれもムカつくわ、ディズニーってっていうやつももう約束だからね。あれもなんかお約束になったらさ、うん、なんか次の変化を探さないとダメじゃん。あ、同じことやっぱかやってないんだ。そう、もや様とか見てごらんなさい。ちゃんと三村さんだってあの喋れよのバリエーションをずっと探してもがいてる姿が俺は芸人として美しいと思うのよ。まあ、羽鳥さん芸人じゃないかだけどこう何かやってもこう喋れよのその次のパターンがなかなか出なくて毎回滑るんだけど、うん、でも何かを探そうとするがむしゃらに、その姿に俺は美しさを感じるのね、うん、それに比べるそのぐるないの羽鳥さんとかあのシェフとかシェフだシェフもさシェフぐるないを毎回見て、ま、見たら次にぐるないにうちの店が出るってなったら過去のいろんな店のさシェフを見て俺はあそこのシェフには負けないぐらいな気概を見せろっちゅうね。でもその気でやってるよねみんなね。みんなねなんかね俺は違うぞみたいな、そういうのも人と違うのをね。そうそうそう、羽鳥さんももう俺は違うよ、新しい彼女ができたから違うからねみたいなところを出してほしいじゃないなんか、うん、でさ羽鳥さんワンブルダンス西健二の土俵入り青色申告寸止め大会。さあじゃあこれからまだよ今面白い答え書いても座布団あげないからもったいないよ数字当てを始めた、アリーナ席にダイブすごいなんか全然タイムラインに追いつけなくなっちゃった西さんの前説が2時間うどん引きだねじゃあこっから西さんの前説コーナーですって言って、サモア系はお尻だけが大きい、だからあのハワイの女性なんかもさ必ず太るじゃない、うん、だからなんかアグネスラムとかさ若くてこう綺麗なスタイルのいい人見ててもなんかちょっと構えちゃうよね、うん、どうせああなるんでしょみたいなのが分かっちゃうとそうそういうのない、なんか宮沢りえさんとかすごい可愛いんだけど後ろにリエママがいるとあなんかいつかこうなるんやと思うとドン引きしてしまうみたいな、そういう気持ちあるでしょ。ない。高山先生が全身に油を塗りたくって熱唱するコーナー、西さんの超長い前説コーナー、お約束になったらそこに寄りかかる人が、そうよね。ところでお題この後言うからね、西さんがラムちゃんのコスプレをして登場、みんなでラーメンタイム、今面白い答えを書いてももらえないで座布団、キャバ嬢対抗王様ゲーム、しゃべれよ、三上さんの歌これ面白いのにな、面白いのにな、まだなっつってんじゃん、ね、リスさんがワイヤーで登場、グルナイを批判する番組じゃないんですよ、そういうことじゃないんですよ、グルナイを当たって僕毎週見てるんですよ。リス様の空中ダンス、綾野の花笛ね、うちにもあるよ昨日ちゃんと、オタダンス、まだ問題出してないから、トドのつまり、猫まんまを食べ出したリアル打天使学園、アグレスラムって懐かしいでしょ、うん、反応できる人です、知らない人いるよね、アグレスラム知ってるよ、私はカオリン知ってるよ、アグレスラム、うん、あ、知ってる、西様のスコップ講座、ナイツのスイカの早食い打天使学園、あのみんなあのかかまだ書かないのよまだスタートしてないからね、西座部もらえないからもったいないよ、フルザブとか西座部出るかもしれないのに、
使用前が藤原のりかで使用後が野村幸男。これねきついわね。リスさんの財布の中身を当てるゲーム、はいスタート、まずスタートしてないつるつあった頭になってたにゃんこ祭り、あにゃんこ祭りとか絶対本編だったら座布団あげたのに、もういいか、セロラさん死ぬほど持ってるから。松田圭の祝電読み、分かったまだ答え書かないよ、そういうみんな待って待って、集団ランランルー大会、これで追いついた俺。うん追いついた。よしじゃあ今回もう一問、うん、ポカーンってしてた私。次はこれさ、ん今日ないな、来ないかな。9時から収録だとして、うん、8時20分に誰も来ないっていうのは、うん、多分ないよな。そっかな、8時半まで待ってみるか。待たなくてもいいんじゃない。待たなくてもいいよね、待たずに帰ればいい話なんですけど。さあそれじゃあ問題、あ再接続させて、ちょっとユーストーツで音楽祭でお客さんがドン引きしたスペシャル企画、はいはい、もちろんライブとかね、うん、それからトークとかはあるんですけど、何かこう張り切って考えたんですよね、スペシャル企画やりましょうっつって、せっかく音楽祭ですからっつって。カオリンポカーンとしてるけど、ポカーンってしちゃった。カオリン全く座布団を出す気がないでしょ。うん、すごい持ってるんだけど。本当だ持ってるね。関係者に連絡がないんですか。ないんですよ、カレンダーっていうかね、その予定表に書いてあった。そうなので、そういうことになるかもしれませんっていう話も聞いてるの。それが決まりましたっていう連絡がないだけなの。だからあってもなくてもどっちでも対応できるようにしておけば問題ないという ね、 はい、ユーストゥデイ音楽祭でお客さんがドン引きしたスペシャル企画は何でしょう。はい、25分までスタート。25分までスタート。さあみんな考えてみましょう。カオリンさんをひたすらポカーンとさせようのコーナー、息のいいマングースと死にかけてるコブラの対決しよう。本当にあるっぽいよね。沖縄のチェロキーに黄色タオルを振るを振ろう。にゃんこ大祭り、王がついた。にゃんこ祭りはやりたいな。プラレルさげるね。高山さんの普段言えない下ネタコーナー、普段がセーブしてんのかな少し。出演者対抗来ません。あんな狭いとこで、ね、リスさんが三上さんにパイ投げ、ユーストしりとり、全員の下着披露。なんでそれ。トレイエム君がトレインM君がこの答えを書くと面白いの。新日本プロレス新人発掘オーディション、今新日やってんだよね。鈴木みのると、まあ、三上さんの離婚記者会見とかでやってるし、それスペシャル企画にしたらひどすぎる。それは引くね、パン食い競争。でもちょっと面白いから5ありましたね、あげるね。スタジオの空予約、匂いを配信音楽祭、わおうまいね、うまいね、うまい、しちゃおう。フルザム出たよライトさん、ニコ生町会議。それがどうしたの、町会議をどうすんだよ。それ幕張メッセだしさ、メカマセ物語の合唱、錦鯉被害者の会の集会。朗読者さんの朗読。それ全員がドン引きっていく、ちょっと青森さんし朗読者さん傷つくよ。傷つかねえか。身体検査全員が立ち見、全員立ち見コーナー、カオリンにトマトを食べさせるコーナー、無理無理無理、それいい、ね、無理、うどん汁がぶ飲み、リシさんのブートキャンプ体操。だから8秒しか持たないんですよ。リシさんとにらめっこ、ダンスオークション、ね、オークション、ダンスオークションね、ダンスのね。サイケルごっこ。まあ、こうなるとこれはありでしょ。ありよ。一周回って今使うとサイケルごっこありでしょ。SP ボスペシャルボーカル野田さん、うーん、いいね。車で乗り入れる、だるまさんが転んだ、ここはあそこだともう動いても分かんないよね、陰にいる人とかね、うんうん、人が多くなったら、カオルの身ぐるみ剥ぎショー、いやー今のかわいい声聞いた、みんなやーんだって。脱がすとやーんって言うらしいみたい。
チェーン系をピカピカに磨こう。宇野大会。西さんが助走して出てきた。立ち見の人を交えた椅子取りゲーム。あ、椅子取りゲームいいね。立ち見の人が出るぐらいなら。無理でしょ。音楽かけてさ。危ないよ。山作戦さんのあの、あかねさす歌ってもらってさ。でピタッて止まったところ盛り上がりそうだけどなんか怪我人が出そうで西さんのワンマンステージ、これ椅子取りゲームは ぜひいいな。ファイヤーダンス西様と出演者のプロレス大会赤ちゃん言葉大会でちゅーっつって、西さんの無言タイムユーストー決闘式西さんのビリユーストーっていいんだよなんかね。西さんのビリズムとキャンプさっき出たね全員でなぜかラジオ体操これよくやったけどね全員で、ねうん、にらめっこ縄跳びスタジオの大掃除これやりたい普通にアーミーの自分の足元をまず拭いてと東西おっぺけペイ合戦チャットがえらいことちょっと後で見てみるねカオリのスケバンショー、ダルマさんが転んだリスさんのポールダンス、三上さんの美女を語るコーナーそれもありだねありかなあまりでも多分喋る時間ないかもしれないそうだねリンダリンダ和牛の丸焼き30秒前これやりたいな女性同士の髪引っ張り合い怖いよC さんらしい、ね、らしいらしい歌声喫茶西コーナーみんな弾くかなみんなでうの、大相撲大会町田すごろくゲームやったねやったねこれまたみんな風邪ひいちゃったっていう、ね、すごい寒かったんだけどあんな寒いとは思わなかった、ね、夏にやるみんなごめんね冷蔵庫にシャンパンを入れる冷凍庫にシャンパン入れる本当やめてほしいんだよね。三、西さんの歌声喫茶、肉祭り終了。西さんの歌声喫茶がこう二つ出てくるっていうのは、うん、あのみんなドン引きするっていう意味なのかな。わかんない。肉祭り出演者全員が勝手に飲みキャス勝手にキャスを始めるのコーナー。2リットルコーラ一気飲み。色鬼。色鬼。それではここで色鬼始めたいと思いますって三上さんが言って。阿波踊り社長の60分のソロ特賞隠し芸大会隠し芸スリルのある大騒大騒動西さんの胴上げ大会それみんなかわいそうだね、ウエストボックスでウェーブこれもいいね全員で三上をボコボコ何ポコボコボコンビするボコボコンビデコの広さ比べバトルロワイヤル、全員で1回だけジャンプこいつ楽しそうだね全員でドーンってなったどうなるんだろうね青鬼さんを投げ飛ばす大会カオリンの声鑑賞声普通にライブだからねそれね、自分の携帯遠投大会シャンペーンファイト西さんのスリラーダンス128いければいい方だなシリさんがシリさんがどうしたのカツアゲのハウ教室講師かおりにあやのお高いんでしょう物販大会あなんかみんなで載せならねなんかそういうチャリティーオークションみたいなのできたら面白かったもんね、王様ゲーム西さんのトゲチャットにソリさんあチャットにソリさんがいるのっていうことかネームあって楽しあれほど書いたのに楽しいスコープの使い方教室なんかあれなんだよね多分スマホの何かによってはあこんにちはもしかしてマッチダックスのあそうです9時から9時くらいからはい急ぐよ急ぐよあるそうですだからもうすぐ終わりますどのくらい途切れずに埋設が続くか大会M 姉さんと討論会三上さんのパンスト変顔香織さんの爬虫類と触れ合いコーナー香織の怖い話おしくらまんじゅうこれできるけど熱いよね、うん、バーベキュー大会それは無理だわ、携帯耐水大会スコップ大会ここで終了はい終了冷凍庫にメロン入れるこれさっきも読んだけどこれあげなかったっけ俺ピンポンあげてたもんよしじゃあ私数字のチェックするからソリさんのチャットコーナーおしまいける終了しました冷凍メロン大会そうメロンをね冷凍庫に入れるのも本当やめてほしいとんでもないよねトイレでボコボコがするっていうのも意味が分かんないしタクシードライバー高橋さんを探すも懐かしすぎるしもう、おつかわをディスるボックス中間試験
歌声優さんいつも楽しくなる、ね、坂さんありがとうございます。あなたなしではもう成り立ちません、三上さんの爆発しろ、西さんを探せのコーナー、 C さんを探せ、ソリさん愉快なんかと、ソリさんそうなの、今そこにいるの、本当にちょっと見てみるね今ね。30分前には準備っていうか、あのね9時ぐらいに、始まるので、ちょっと今チャット見てみよう。うわいっぱい書いてあった、どうした、ソリさんが暴れてる、うん、なんどうしたの、読んでいい、読んでみて、俺がね、うん、番組ではソーシャルストリームを中心に視聴者の皆さんとやり取りをしています、よろしければソーシャルストリームの方へどうぞ、うん、っていう後にね、うん、ですいませんテステスみたいなことをやってる人とか、うん、外人さんの Hi and good morning っていう人がいた後に、うん、一人だけゴンベイさんが打天使学園って感じでその後カオリン西さんこんばんにゃんよ、カオリンかわいいにゃんよで3って言って、 3? あ、数字数字、そっち数字をねチャットに入れてもね並ばないんだな、こっちが見れないし西さんこんばんにゃんよ、カオリンあのね皆さんこんばんにゃんよ、カオリン大好きにゃんよ、カオリンお題はにゃんにゃんよ、西さんツイート間違えたにゃんよ、泣く、かおりん僕のツイート見えてるにゃんか、見えてなかったよ、チャンスにゃんよ、かおりんリッサー、かおりん雷鳴ってた、かおりんきれいにゃんよってずっと書いてるソリさんこのソーシャルストリームに書き込みできてたじゃないですか、ね、なんとかこっちに来てくださいなんかあのねスマホの種類によってはなんか、うん、あのソーシャルストリームの方じゃなくて、でもね、うん、まあ、iPhone では頑張ってこっちに来てください、頑張ってソーシャルに来てさあ今チェックしてもらいつつで、うん、ということでね9時ぐらいからに収録を始めるということなので、まあ、これで数字当たりが出ちゃえば終わる、無事に綺麗に終わるんだけれども、でもその後はね今日はあのよくね大変な時は11時からの、月に1回あるんですよ、11時からのレディオボムっていう番組が生放送でここからやる時があるんです。今日第1だけど生放送じゃないんだね。あ、そうだ第1だよね、でも休みだからいないのかな、大きさいないしね、うん、でそれが11時からやって、で12時からあの手島さんの番組の生放送に切り替わるっていう、その時は大変だと思いますよ、あの多分最後の曲、最後には多分曲を流してバーッとこっちが片付けてその間に入れ替わってみたいな感じになるんだと思いますけど、とりあえずソリさんはほっといてもいいかな聞いてくれてるんだもんね、てか見てくれて、アンドロイド端末なんですね、アンドロイドだと分かりにくいの、分かりにくいの、 iPhone だとこうやってやると出るよ、ね、こうやってソーシャルストリームって書いてるやつこうやればっていうのはこの間説明したんだけれどもみんながあの、うん、チャットに来てソリさんの書き込みを見て、うん、すごいすごいってすごいってなんかみんな混ざったりしてるし、青森さんはギャーっつってるし、ムツグロウさん笑って去っていくて一言、坂さんはなんか知らないけど香織の声いいにゃーなんで混ざってんの、アイズさんはソリさん、プラレルさん行くにゃんよ、ソリさんまたねえ香織プラレルさんがすごいねおつかわさんも高校生交通系ユーストリーマーの下水方です、こっちはツイートじゃない、何で慌てんの、こっちはツイートじゃないにゃんおって、待ってね私もおしまいいけるってCM スーさんも巻き込みはソーシャルストリームの方にお願いしますって青森さんが、でこうやってみんなが書き始めると、うん、ソリさんは黙るってあ、もう多分でもソリさんも一生懸命
アンドロイドはソーシャルに書き込めないのがありますね。そうなの。ダメでしたね、よって。か。かわいそうなソリさんに座布団1枚あげてください。嫌です。説明聞いてないじゃないよ。じゃあお菓子送ってきてくれたからふるさと開けるね。ふるさと開けるってすごい。鳥さん、ごめんね、気がつかずに。ああ面白かった。今日も一番の盛り上がりはここの鳥さんですね、やっぱりね。さあ、すべてチェックしてもらいましたでしょうか。はい、チェックできました。あ、じゃあ早速フリア先生から発表です、はい。さあ今日は2回目にして出るでしょうか。今日はね、当たりにくい数字ではあると思うんです。3もないしね、なるかどうか。おう、残念。残念でした。優しいな、香りはって高さイラッとしてるけど今日は難しいでしょ。ソリさん、フルザブもらえたにゃんよってみんなで言うと、もうソリさんは出てこない。でもソリさんは、うん、ソリさんは多分一言もアンドロイドだとか書いてるのかな。あ、ソリさん、カオリありがとうにゃんよ、聞いてたのか。聞いてくれ、聞いたら返事しろや。マイペースなんだもんね。ソリさんおめでとう、フルザブだよ、もらえたよ、よかったね。残念ながら、残念でした。今回も数字は当たりませんでした。はい、じゃあ数字は発表しちゃう。発表しますか。発表していい。ちょっとせっかくだから、チャット周りにしてみる。は？チャットで数字合わせしてみる。カオリンがそっちでソーシャルの方見ててよ。見る。俺チャットの方で数字やってみるから。うん、じゃあ1分間ロスタイムやる？1分間のロスタイムやろうか。わかった。ソリさん参加できるよ、数字打ってね。ソリさん、数字入れたら。じゃあ、 皆さんソーシャルでも皆さんどっちかに混乱しないでね、わけわかんなくならないで、はい、大丈夫。じゃあ1分間のスタイム、いきますよ、スタート。はい、じゃあ数字合わせだけということで数字の0から9までの何か一つ数字ツイートしてください。変な時間になっちゃったな。 10のとこまでですか。10のとこまで、はい。わ、こっちにも流れてる。うん、うわ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 、見ててね、ちゃんと。うわ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 う